中に入れた。入りました。試合はまだ中盤ですが、さらに点差が開いてしまいました。これで2点差です。この点差を埋めるのは簡単ではないですよ。しかもコーナーキックです。さあボールを蹴った。見事なヘディングです。リプレイを見てみましょう。通った。キャッチできません。ボールがこぼれた。3点目のゴールはハットトリックとなりました。まずこのファーを狙ったシュートですよね。選択しました。ここからどうするのか。素晴らしいパス。決まったも同然だ。ゴールだ。優勝をほぼ決定づけるゴールとなりそうです。大きくリードを奪っています。これで条件的にだいぶ有利になりましたね。福西さん、ゴールがガラ空きでしたね。超えます。コーナーです。ゴール前に入れた。ゴールです。これで2点リードするゴールが決まりました。かなりきつい状況になりましたが、まだ追いつくのは不可能じゃありませんよ。